川隆久の国際不動産投資成功塾。皆さんこんにちは。市川隆久の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。はい、こんにちは。国際不動産エージェント代表の市川隆久です。涼子ちゃん、はい、収録久しぶりですね。そうですね、はい、じゃあ、久々の収録やっていきたいなと、はい、そうですね、今日も張り切ってます、はいはい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、本日はコロナの時代は副業が当たり前、不動産投資を賢く副業にするための考え方とはというテーマで市川さんにお話をしていただきたいと思います。はい、副業っていうのは、まあ、本業でどこどこに例えば勤めてますで、その他に何かをやってますっていう、まあ、イメージ湧くと思います。今別に涼子ちゃんがどっかに副業してるわけじゃないとは思うけど、はい、今の時代何が変わったかっていうと、大手の会社とかって昔は副業絶対禁止って言われてたのが、今はそのなんだろうな、働いてもらう側からしても副業を やってもいいよと。なんでかっていうと、将来的に例えばこう年齢を積み重ねるから給料を上げますよっていう保証というか、そういう習慣っていうのは昔はあったけど今分かんないじゃないですか。そうですね、うん、でだから逆に、まあ、この会社にいてもらういてもらわないってことも含めて、やっぱご本人がいろいろ考えなきゃいけない時代になったということですよね。まあ涼子ちゃんからすると、うん、もうそれが当たり前なのかな。もともとそのまだ若いからね。僕らの頃はまあなかなか転職っていうのも20代で入っていきなり転職っていうのはあんまりなかったけど、やっぱり今はもう転職も普通にするし、まあそれこそ、仕事もするし、ただ独立するっていうことに関して言うと、向いてる人向いてない人っていうのはやっぱりいて、まあいろんなね、もちろん日本には中小企業とか零細企業っていうのもいっぱいあると、そこら辺にね、石投げれば社長さんいっぱいいるよって話は今でもあるんだろうけど、でもなかなかやっぱり不安定だし、どうしましょうってことなんかもあるから、やっぱりどっかに勤めるっていうのはまあよくありますよね。でその中でじゃあ副業っていうものを賢くやっぱり利用しましょうと。副業っていうイメージだと、要は例えば月々の給料があるとするじゃないですか。例えば30万円もらったとするね、はい、まあ30万円でも満足だったらいらないのかもしれないけど、もうちょっと稼ぎたいみたいな話の時に、じゃあいくらぐらい稼げたら、例えばさ、まあいきなり涼子ちゃんはまあ金額は置いといて、自分の給料を倍にっていうとなかなかイメージ湧かないじゃない。だけどプラス月5万円稼げたらいいなとか、そういうのはイメージとして、まあ、湧くよね。別にやるやらない別としても、ね、そうですね、はい、そうだよね。だから副業っていうのはそういう意味では普通にこれから行われていく時代だと思うし、まあもっと言えば本当のなんだろうな、自由に時間をうまく使いこなしてやればすごくいいよね。で働く側からしても、自由にその時間拘束だけじゃなくて、自分の空いた時間だけ仕事ができるっていうパターンもあるじゃないですか。例えばウーバーイーツって頼んだことある？頼んだことないんです、うん、でもね、僕もないんだけど、やっぱり欠かせないというか、飲食店側に言わせるとものすごくいい。なんでかというと、今アメリカでウーバーを頼むときに、この辺りの近くに車がいろいろ何台もいるなってことを分かった上で頼むと、まあその中の何台かのうちの一番近いところの車が来るわけですよ。でウーバーイーツも今私はウーバーイーツの仕事をしますよっていうスイッチを入れると、自分の携帯に、スマホに、こういう注文があるんだけどあなた行ってくださいみたいな話になって、だから早いんだよね。基本的に近くに必ず いろんな人がいるというか、まあ絶対いる当証はないんだろうけど、登録者数が増えれば大体いるわけ。そうするとどこどこの店舗で待機していて、その人が取りに行くより絶対早かったりするから、店舗側からしてもそれを早く届けられるってことは注文も多く受けられるし、お客さん、まずお客さんから早い方がいいわけよ。だってお腹空いて、ね、配達してくれるのが早い方がいいわけだしっていうふうに思うと、やっぱそれだけでもウーバーイーツのすごいので、そういう意味じゃウーバー側もすごいし、いや働く側からしてもこの時間だけ働きたいっていう、2時間ちょっと空きましたっていう時にさあ何百円何千円稼ぎましょうかっていう世界なんで、1時間頑張って4本やれば2000円ぐらい稼げるからね、あれって実は。だから結構効率的というか非常に良くなった。だからそれをね、まあ
副業みたいな形にしてる人も多いし、でも基本的にそういうのって時間をそのために使うわけじゃないですか。自分がその時間をまあなんだろうな、切り売りするというか、時間に限界が絶対出ちゃうから、もちろん若くてお金の資本がない人に不動産投資というものを副業にしなさいっていうのはなかなか言えないけど、実際問題、まあ僕らのね海外不動産買っていただいてるお客さんに関しても、本業が不動産屋さんって方はいらっしゃいますよ。あのなんだビルオーナーとか不動産をずっとやってるっていう方も、これからは海外だっていうことで海外買っていただいたりもしてますけど、基本的なところからするとやっぱり自分の将来に対してどうなのかと思った時に、不動産というものに関して賢く不動産を買って、それをまあ貸して、で運用して、でまあ5年後なのか10年後なのか分かりませんけど売って、その時に値段がまあ日本の物件買うと割と下がったりもするんだけど、海外の物件買うと下がらないとかっていうことなんかを含めて考えると、あの不動産運用っていうことに関して、まあこれ投資という言葉になるんだけど、明らかに副業するということでいくと、買う時のパワーとかウォッチとかなきゃいけない情報っていうのは当然あるんだけど、ちゃんと情報が手に入れるような仕組みを作っちゃえば結構楽に回っていくんですよね。これ聞いてる方なんかも当然もう副業を、不動産投資が副業で、で、うまくやった方はですね、まあ40代ぐらいからもう会社を辞めて不動産のオーナーとしてそれだけで生活していける人がいるわけですよ。で現にそういう方もお会いしてますけど、だんだんまあやっぱり自分の得意パターンでも分かってくるし、お金の借り方とかどんな形で物件を入れ替えるかっていうようなことなんかも含めて、やっぱり賢い運用ができたりするわけですよ。なんでもうあのこんな基本的な話だけど、もうコロナの時代の中の副業当たり前よっていうことで、まずね、でもいきなり不動産投資って話になると、本当にその今手持ちのお金がないんですという方にとって考えると、ちょっとやっぱりリスクはあるよね。そうですね、うん、あのなんでかというと、借金を例えばフルローンで、借金して、物件買って、万が一その物件が値段が下がっちゃったりして、どうしても売らなきゃいけない状態になった時に、自己資金で後で足さなきゃいけない。で足す、売って借金返すためのローンってないからね、貸してくれないわけですよ。その物件買うときに貸してくれるケースはあるけど、だからでそれをね、平然とこの業界はですね買ってもらってるよね、うん、自分が儲けりゃいいや的なところの発想の人も多いので、そこに捕まって安易に始めるとよくない。だから安易に始める、例えば年収が高くて税金もちょっと高いし、まあ、不動産運用をうまくしましょうって営業電話かかってきます。ですごくいいことしか言われません。で何もしなくていいです。でローンも全部組みますから、とあなたは最初の10万円だけ、例えば10万円だけ出してくださいとかいう話で、何それでいいのみたいな話でやった人で、うまくいく人っていうのは本当に時期が良ければいいけど、まあ、時期ってだいたい10年に1回ぐらいはいい時期があると思えば、それこそ10分の1ぐらいですよ、確率的に言うと。だけど不動産投資であるのに10分の1の確率でやっても意味がないじゃないですか。だから10分の8とか9ぐらいの確率でやっぱりやらないとですね、運用にもならないので、だからまあ自己資金をいくら貯めなきゃいけないかっていうのは、実は最初の物件を間違えなければ、そこで儲けられれば何百万とお金も入ってくる可能性もあるし、ちゃんと売れればね。だからそれを思えば必ずしもあのゼロからスタートしちゃいけないっていうもんでもないんですよ、実はね。だからそっちの人の方が緊張感あるかもしれない、絶対に負けられないということで。だけどまあ副業だから、でも副業ってなんだろうな、夜朝土日とかもし仕事してない人だったら、その時間に頭を使って情報を集める、あとはいい人脈を作る。だから自分の力でなんとかなるもんじゃない。で例えば月5万円だけ稼ごうと思えば、時間を切り売りして自分の給料に5万円足すってことでいけば、そっちのは硬いよね。だって時給さ2500円だとするじゃん、はい、で5万円稼ごうと思ったら20時間働きゃいいわけよ。そっちの方がイメージ湧くじゃないですか。そうですね、うん、だからでもそれで5万円を貯めて、その5万円を貯蓄して1年間で60万じゃないですか。それを5年やって300万って、それからやるっていうのも別に悪くはない。で300万円ぐらいあったら、それをどうやって、1000万に近づけてって言った時に、それを金融投資をするか、
不動産投資をするかって言った時に1000万ぐらいのお金にしてって、だから増やしていくってことを前提に考えなきゃいけないので、その道その道でちゃんとした人もいるし、必ずでそういう人たちにうまく、なんだろうな、ただ自分が情報をもらうだけじゃなくて、やっぱり生き方の問題だから、お互いがあのウィンウィンになるような、お互いが幸せになるような形のお付き合いの仕方、要はあれなんですよね、プラス5万円を生み出すっていうことになると頑張ればいいわけよ。でプラス100万円、まあ100万円じゃ行き過ぎかな、プラス数十万円、毎月数十万円ね。だから自分の仕事を辞めてもいいやと思うと、まあなかなかこれは今度自営業になると収入イコールサラリーマンの給料とはちょっと違う、要するに出てく経費があるからね、で出てく経費、会社持ちじゃないじゃない。だから50万円 もらおうと思うと、あのサラリーマンだったらもちろん税引き後で50万円やればいいけど、自営業だともちろん税金っていうのは多少メリットはあるよ、法人とか作ればメリットあるけど、そうじゃなくてやっぱり交際していく交通費だとかいろんなやっぱり支出っていうのは当然出てくるから、まあ100万円ぐらい稼ぎましょうって話になって、で100万円稼ぐってどうなのよって話なんだけど、そうなってくるとやっぱり人脈が大事なんだよね、うん、要は一人じゃ無理なんですよ。そういう恵まれたっていう環境の中、恵まれるような環境を自分で作り出すことが非常に大事なんで、結局ね、一番やっちゃいけないパターンっていうのは、こういうのあったらいいな、あったらいいなって自分のことばっかり考えてる人はほとんどきつい、うん、だからあって相手もメリットになるような話とかができるようにならなきゃいけないので、これがね、申し訳ない、サラリーマンの人ってなかなかそういう発想に立たないかもしれない。だって普段やっぱり我慢してるからね、例えば上司の言うこととか会社の言うことは理不尽なこととかね。だから半沢直樹がやっぱりほら視聴率上がるのはさ、あれスカッとしてくれるからさ、そうですね、いいわけ。あんなこと銀行でやった日にはさ、絶対その前に潰されてるよ普通はね。だけどそれをやってくれる時代劇的だから非常に面白いと思えば、やっぱり普段ストレス溜まってるからなかなかそういう発想にならないかもしれないけど、でも未来永劫雇われて働くっていうのはなかなか難しい世の中になったなっていうふうに思うと、本当にその副業を賢くしましょう。だから5万円か、先ほど言った5万10万稼ぐんだったら、まあ時間を利用しましょう、してもできますと。だけどそこから先をやろうと思うと、時間を利やってたら本当に無理だよね、現実問題。すごいスキルがあれば別だけど、っていうふうに思うと、やっぱり投資みたいなものに委ねようと思うと、結局はいい人に恵まれないとダメで、恵まれるイコール自分の生活が、自分の考え方を恵まれるように持っていかないとダメだなっていう感じがやっぱりするので、まあ、そういうところの考え方ね、今回のちょっとねテーマである不動産を賢く副業にするための考え方、要は自分が、まあ、楽をするというよりも自分の時間はあまり使わずに、物に稼いでもらう。でそのためにはいいものを仕入れなきゃいけない。そのためにはいいものを提供してもらう人、自分で探しに行って地主さんにとか売り主に直接行って売ってくれって無理じゃない、なかなか現実問題。だからそこはどんな形でお付き合いしていくかっていうのを考えていかなきゃいけない時代に、まあ昔からそうなんだけどなってきたけど、今は本当に何だろうな、いろんなとこから情報取れる。でまあ難しいのは YouTube で言ってる人自体がまともなこと言ってるからといって本当にそこから先お付き合いしていい人かはまた別問題ですから。別問題です。あのいい悪いは別としても、やっぱり思惑もあるだろうし、あのそういうことを言わない人でもいい人は絶対いるし、言ってる人でいい人っているけど、可能性的に言うとあんまり多くないかもしれないっていう気もちょっとするので、そういうことは学んでいきながらやった方がいいかなと。だからこの人すごいから、この人に完全に心が酔うぐらいですね、浸水してついていくっていうのはリスクですよ、これはこれで。でやっぱりね、その人の本当の、古くから付き合ってれば別だけど、有名になったらなったで人間ね、発言も変わるしね、やっぱりいろんな人が寄ってくるっていう中で、そこで貫いていけるかどうかって結構大事だから、あの僕もこうやってあの喋っている人だからどう捉えられるか分かりませんけど、私は大体会って喋って付き合うと、まあ、イメージ別に変わりませんねって言われる方なんだけど、あのそこら辺は気をつけながらやってた方がいいかなって気がしますよね、はい、ちょっともうこれ以上話すと時間がなくなっちゃうんで、まあ大体今日はこんな感じですかね。はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。